はい、どうも皆さん、こんにちは、モーシンです。今回ですけれども、海外のですね、仮想通貨取引所の CEO をやられている、オーバービットのですね、チーさんですね。チーさんと私で、またですね、第2回の、対談動画をですね、撮らせていただきました。収録日はですね、2020年の9月の6日、ということでですね、直近のところにおいて、仮想通貨市場はですね、大きく価格を下げているんですね。はい、急落に近い形で価格を下げています。で、今回の対談動画の中ではですね、今回の価格下落ですね、につながった要因は何なのかといったところもですね伺ってきました。まあそれから今ね、話題沸騰中である DeFi ですね、まあ注目されていますけれども、まあ僕のチャンネルでは相場分析をですねメインにしておりますので、そういうファンダメンタルズ系の、情報っていうのは基本的にはですね皆さんに、提供できていないわけなので、今回ねいい機会ということで DeFi とは何なのか、それから DeFi のですねトークンをどのように手にすればいいのかとかね、そういうねまあ注目の技術にですね、参加できる方法をですね具体的に教えていただくと、それからですね、まあ、DeFi のトークンもね、もういろんなものが出てきてて、本当にですね、2017年の ICO のバブルをですね、彷彿とさせるような、今の状況になってきてるわけですね。そういった中で、やっぱり詐欺的なコインもですね、やっぱりあるわけですよ。そういったですね、最低限知っておくべき知識なんかもですね、今回の対談動画で伺ってきましたので、非常にですね、濃い内容が取れたんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひね、最後まで動画をご視聴いただけたらというふうに思います。それからまあ、言ってですね、お願いなんですけども、まあ、前回もですね、お願い、させていただいたんですけれども、まあ、対談動画を撮るにあたってですね、Cさんのご協力をですね、いただいておりますので、感謝の気持ちも込めてですね、グッドボタンのご協力をいただければ嬉しいなというふうに思います。それではですね、対談動画に入っていきたいと思います。どうぞご覧ください。オーバービットの CEO であるCさんですね、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、前回ですね、第1回目の動画ではですね、本当にたくさんの方から、ご好評をいただきまして、で、今回もですね、皆さんから、事前にこんな質問をしてほしいというふうにですね、ご意見いただいたことをですね、僕の方で集約してご質問していこうかなと思っています。まあ、多くがですね、やっぱり注目が集まっている DeFi ですね。視聴者の方もですね、DeFi のこと、まあ全く知らないっていう方もですね、いらっしゃると思うので、まずはですね、DeFi って何なのかっていう、まあ本当に初歩な、ところからですね、ご説明していただけたら嬉しいなと思います。あ、わかりました。DeFi は、ディセンチュアライズファイナンス、分散型金融ですね、日本語というと。で、例えば私を、突然お金必要場合はどうするか、銀行にいて私の家を担保としてお金を借りるということですね。でこれは必ず中央の企業が必要、今回の場合は銀行ですね。じゃあ DeFi は何がするか、中央の企業は一切なし、直接借りれる方からお金を借りるですね。で担保物も全部ブロックチェーンでスマートコントラクトに記録されますので、だからお互いの信頼度はその一切関係なくブロチェーンだけ見えてます。でそのブロチェーンが誰がマッチングすることができます。もっともっとこういうことを知りたいの人は、ぜひネットでたくさんこういう DeFi の説明がありますので、多分私よりうまく説明だと思いますので。でなぜ DeFi を話すのは、だいたい1年ですね、結構ブームになって、たくさんの企業も、新しい企業が DeFi やってますよ。皆さんぜひ投資してください。これは、なんか、2017年みたい。そうですね。ICO バブルの状況を思い出しますよね。そうですね。で、そこは2017年末、2018年の時に、皆さん結構、私含めて痛みも受けたんですよね。じゃあ今回もすぐに10倍、20倍の価格、上昇しますよ、ね、そういう方もたくさんいます。だからそこは皆さんぜひこういう新しい DeFi のプロジェクトを気をつけてください、うん。まあ、DeFi はいい技術です。でももちろんたくさん悪い人はいますので、それを 見分けるポイントなんかってあります、うん、見分けるポイントですが、見分けるは難しいですが、会社に投資するの前に真剣に調査しないといけないですね。例えば昔もずっとブロックチェーン技術を開発している人、はい、昔イーサリアムのチームから出たの人で、また、ね、どこからエイダーから出たの人を、こういう DeFi プロジェクト作るのは、ね、まだ信頼感があります。その技術者を昔の歴史、ね、履歴をちゃんと調べた方がいいですね。なるほど。まあ、それは基本だと思います、ね。うんうんうん。わかりました。
はい、直近で、仮想通貨市場、まあ、DeFi 市場もそうみたいですけれども、大きく、価格を下げているという状況があると思うんですけれども、そのあたりについて、チーさんの考察いただければ嬉しいなと思うんですけれども、いかがでしょうか。はい、そうですね。今日の動画は9月6日そうですね、9月6日、今が13時過ぎたところですね。そうですね、現在のビットコイン価格1万200ドル。ですね、木曜日、金曜日の時に仮想通貨全体の市場が全部ね、下がったんですけど、それは理由は3つがあります。1つは、さっき話した DeFi。たくさんの DeFi プロジェクト出たんじゃないですか。で、寿司。彼ね、人気あって、たくさんの投資者いますし、で、価格もね、うまくいってますけど、昨日、おとといですかね。その寿司の会社 の、 上のスタッフの一人が自分の寿司トークン全部市場に売りました。で、寿司コイン、寿司トークンが 50% 以上の価格が暴落しました。あ、そうなんです。で、その人もツイッターで話したんですよ。私売るの理由は今後もっと開発にフォーカスしたいです。だから価格が、私はそれを見たくないので全部のトークンを売りました。だからこういう人もたくさんいます。で、みんな投資者が心配して、で、またそういうファンド企業も心配しているので、他の市場も売却し続けていました。こういうも一つの理由ですね。で、もう一つは、前日も株市場も下がったんじゃないですか、全体的に。そうですね、こういう時期も、大体ですね、仮想通貨も同じく下がりますね。まあ、これは世界中の全体の経済に関わってますので、まあ、仕方ないですね。で、もう一つは、マイナーさんですね。マイナーさんもあるリサーチです。マイナーさんの企業の一気にたくさんのビットコイン、イーサリウム、またイーサリウムを売ることも記録あったんですよ。だからそういうで、皆さん今時期悪いですよ。で、皆さんまた資金をチェーンリアクションですね、まあ、全部の人を一気に同じことをやったので、だから、価格が全体的に下がりました。なるほど。で、 DeFi のトークンですね、まあ、注目されていますけれども、それって、まあ、単純にどこでね、どういうふうに買っていくのかっていうのを教えていただけないんですかね。あ、そうですね。例えば、100万円を銀行に入れて、毎年、金利ですか、日本語で。金利ですね。はい。そう、それをもらうんじゃないですか。同じく、DeFi もできますね。ある DeFi のプロジェクトに、ビットコイン、またイーサリアムをそこに長期保存して、その DeFi プロジェクトのトークンがもらえますし、利回りももらえます。DeFi は、まあ、毎年じゃなくて、多分毎日もあるんですよ。毎日、また 毎月ですね。なるほど。だからそういう仕組みがありますので、ビットコインもずっとウォレット保存してますので、ね、利回り全然ないじゃないですか。うん、そういう人は、あ、じゃあ、ある DeFi のプロジェクトに私のビットコインを保存したら、そのトークンももらえます。で、それ一つ方法ですね。うん、なるほど。もう一つ方法は、やはり直接取引所ですね。トークンも購入することができます。で、それは二つの方法ですね。で、トークン買ったら、もちろん同じくビットコインみたいに、長期保有して、いい値段にしたら売るとかですね。最近、オーバービットのユーザーさんもこういう質問ありますね。今後、DeFi のトークン扱いしますかとか、そういうたくさん の、 質問が来ますけど、やはり DeFi はまだまだ新しい技術なので、ね、バブルみたいな感じなので、我々全部の DeFi トークンを取引することができる、するの、お互いのリスクが高いですね。ユーザーさんと我々と。だから今も、いろんな DeFi のプロジェクトを調査して、このプロジェクトは本当に信頼があるか、また、今後の展開はどうなるか、それも全部見て、できる の、 プロジェクトを必ずオーバービットに リスティングします。なるほど。今後はいくつの DeFi のトークンもオーバービットにレバレッジかけて取引することが可能ですね。うんうんうん、なるほど。まとめると DeFi のトークンを手に入れる方法が2つあって、1つは DeFi のプロジェクトに参加して自分が持っている仮想通貨を貸し付けることによって利回りとして DeFi のトークンをもらうというのが1つですね。でも1つは実際に取引所で DeFi のトークンを
買うと。で、うん、その詐欺的なトークンをオーバービットさんの方で扱ってしまうと、オーバービットさんとしての信頼感がダウンしてしまうから、まあ、ちゃんとしたというか信頼がおけるトークンだけをこう扱っていくと。で、今その作業をしているっていう感じですかね。そうですね。はい。なるほど。ありがとうございます。はい。じゃあ、最後の質問なんですけれども、まあ、これがね、一番多いんですけれども、注目の仮想通貨、教えてくださいっていう、シンプルな質問がね、非常に多いんですよね。相場を見ていく中ではですね、僕が分析して、皆さんにお伝えしているんですけれども、何かこう、ファンダメンタルズ的な要素で、こんな通貨、こんなコインを今注目してるよっていうのが、もしあればですね、教えていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。はい。そうですね。一つ一つ通貨を見るじゃなくて、本当に技術面で見てますね。うん、今たくさん、今 DeFi ですね、やはり。で、DeFi もたくさんのプロジェクト出たんですけど、ほとんど同じ技術を使ってます。あ、そうなんですか。私は、じゃあ、おすすめできるのは何ですか、このコインとこのコインじゃなくて、この技術は今後、金融に対しては、かなり進化だと思いますね。だから、DeFi の技術は P2P のビットコインよりこういう技術はいいと思います。ただ私見るのはね、ビットコインの技術はいいなので、私はビットコインを信じてます、うん、で DeFi の技術もいいなので、自分も DeFi も信じます。でも DeFi のどこ何のコインを信じるか、またこれは皆さんが調べることが必要ですね。わ、うんうん、かりました。はい。ということで、今回のね、動画に関しては、DeFi の技術とかですね、まあ、直近で仮想通貨市場価格が下がっている要因とか、まあ、そのあたりですね、取引所の CEO ならではのですね、情報をいただけたんじゃないかな、というふうに思っています。本当にありがとうございました。で、まあ、オーバービットさんのですね、ご紹介はいつも僕の動画ではさせていただいているんですけれども、やっぱり海外取引所をですね、始める方においてはですね、操作方法の不安だったりとかっていうのがあると思うんですよね。で、そういったところを、まあ、オーバービットさんの方ではですね、デモトレードで、練習することによってですね、解消することができるっていう非常にね、大きなメリットがあるということで、まあ、僕のチャンネルではですね、紹介させていただいておるんですけれども、詳しく、もし始められたいという方がいましたらですね、この下に概要欄に、リンクを貼っておりますので、そちらからですね、まあ、確認いただけたらなというふうに思います。じゃあ、今回のですね、対談動画は以上にしたいと思います。チーさん、今回もどうもありがとうございました。ありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。はい。今後できれば日本に行きたいね。ああ、ぜひぜひ